がね、三沢さん。じゃあこれを、はい、ぜひ使ってください。光と中南が一緒に映画見に行きまして、はい、その直後です。映画だけでも近い。嬉しいって感情移入してしまう。ねえ、映像つけてみてくださいね。はい、近くでもう喋り張りますから。さあ行きますよ、はい。じゃあ三沢さんお願いします。はい、感動しちゃった。私ちょっと泣いちゃったもん。あの修奈くんに付き合ってもらっちゃったけど、修奈くん楽しかった？そう、よかった。ねえ、なら修奈くん、今度また一緒に映画見ようね。ね、修奈くん。はい、ありがとう。熱演素晴らしい。素晴らしい。熱演素晴らしい。どうですか。いや、ほんまその取材の皆さんがニヤニヤしながら見てるんですよ。素晴らしいですね。すごいすごいすごい恥ずかしい。でもすごいすごい恥ずかしい。後ろが聞こえてきた。何やねんそのリアクション。深いリアクションが。感動した。ねえ、これは皆さんも相当、あ、これやばいと書いてありますし、いますね。さあ、どんどん参りましょう。三沢さんですって、順番的に。えのりちゃん聞きたいよ、私は。いのりちゃん聞きたいよ。俺もだよ、バカ。時間上しか、時間上仕方がない。三沢さん、三沢さん。いのりちゃん聞きたいんだよ、ちょっと今日のギャラをいのりちゃん。三沢さんの、チューナーの、三沢さんのじゃない、ひかりちゃんの、チューナーの勉強を見てあげるというショートストーリーですって。はい、わかりました。じっくり聞きましょう。そうです、最初。最高だ。お願いします。シチュエーション映り込みお願いしますね。はい。お願いします。はい。私教えようか。英語の構文だね。懐かしいの。私もここでつまずいて。はあ、ごめん、ちょっと中納くんっていい匂いがするなってぼーっとしちゃっただけで。違うの、今のは違うんだよ。タイはなくて、なんか鼻をヒクヒクさせてたとか、そういう気持ち悪い風のことじゃなくて、たまたまいい匂いがするなって思っただけで。私何言ってるんだろう。ちょっとタイム、ストップ。ごめん、これまでの私の一連の言動を記憶から消し去ってください。ダメ。今上って聞こえたんだけど、水瀬さんから割と汚い音が上って言われたんだけど、どうしたんですか。私上って言われたんだけど、どういうこと。上って言われたんだけど、最後もう一回言って、最後もう一回、最後もう一回、もうワンテイクください。やばい。いいですか、僕、じゃあ僕聞かせていただきますね。ダメ。最後のお願いします。はいはい。これまでの私の一連の言動は記憶から消し去ってください。ダメ。おいおい、伊沢さん。いいですね。さあ、伊沢さんがですね、演じてる間ですね、あのスタッフとですね、緻密な、ミーティングの結果ですね、はい、せっかくやからみんなもっぺんやろうと。おみんな続きのやつも準備してるからやろうと。いやー、はいはいはい。聞きたい。じゃあ、アミちゃんかな。